皆さんこんにちは。カルチャー2020のお時間がやってきました。ということで本日はですね、タイトルにもある通りですね、はい、11年ぶりにスクデットを獲得したミラン特集ということになります。ミラニスタの皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。いやー、終わったな。2021-22 シーズン、はい、ミランの19度目のスクデットで幕を閉じたんですけども、はい、21-22 シーズンは、うん、細井さんにとっても非常に感慨深いシーズンになったんじゃないですか？そうですね。なんか、こんなにこう、なんていうんですか、毎週毎週ガチで追っかけなきゃいけない、リアルタイムで見て、それを分析してとか、まあ喋ること決めてとか、それをセリアフリークスとこの番組2つやりながら、ガーってガチで追いかけ続ける1年っていうのは、さすがに初めてだったんで、そういう意味で、まあ忙しかったし、まあ充実しましたね、だいぶね。なるほど。うん、楽しかったです。ダゾーンでやってるセリアフリックスも細井さん担当されて、はいはい、まあそこでまあ追っかけたりとか、はい、いろいろ解説したりとか、うん、あれ結構番組大変なのが、北川さんと2人なんで、はい、責任の量が結構重いですよね。そうですね。で、皆さんよく分かってらっしゃる通り、北川さんどういう風に展開していくか全く読めないから。僕結構あらゆる角度から準備して臨んでるんですけど、最初そのペース、最初の半年、まあ、数ヶ月間、そのペースを掴むのがまあむずすぎて、めちゃくちゃ大変でした。ぶっちゃけね。でもまあまあ慣れてからは、僕も開き直ってメンタル的にも楽しめたんで、まあ最後、セリア自体の面白さも含めて、追うことが単純に楽しかったんで、まあ、こことのその、バランスもすごくいい感じで、伊藤さんと北川さんと毎週やるのは楽しかった一年でしたね。まあ、そういった意味では、細井さん今シーズン責任重大な本当に一年でしたね。いやいやね、そうですね。結構、僕のほら、スタンスとしては今まで、まあ、結構ふわっとした感じでやってきて、で、まあ、ここで舞台で言えば、基本的には伊藤さんの知識と、こう、なんていうんだろう、経験に頼りながら僕がふわっとしたところでごまかすみたいな感じでやってきたし、で、北川さんとのやりとりも、まあ基本的にはそういうスタンスだったんで、僕はだから、何を求められてるのかなっていうのがちょっと微妙な時もあったんですけど、でも結局その、自分が思う自分のオリジナリティみたいなのを出していけばいいんだろうなっていうことを途中で理解してからは、まあ、気楽に頑張れたところはありましたね。なるほど。うん。伊藤さんどうした？1年。もうこの番組が習慣化されたから、はいはい、されたから、うん、割とまあ僕もガチでセリアのシーズンを追ってた。まあ、細井さんほどじゃないですけど、毎節2、3試合は見てとか、うん、まあ、YouTube のハイライトは全試合必ず見てとか、うん、ああいうことをやってた1年ですけどね。うん、まあ、僕の場合はそもそもサッカー界に入ったきっかけがスカパーで、うん、セリア全試合配信、放送していたスカパーで、うんうん、全試合のデータ作って全試合見てたんで、うん、また帰ってきたかって感じがありましたけど。そういう感じね。なるほど、なるほど。また帰ってきたかって感じありましたけど。なるほど。はい。まあまあまあ、今シーズンは非常に面白かったし、うん、僕も皆さんと一緒でセリアフリックス全部見ましたし、ありがとうございます。火曜日の深夜か水曜日の午前には毎回見てたんで、はいはい、それを見てからっていうのもありましたけどね。うん。だ結構その、まあ、火曜の夜か水曜に、うん、セリアフリックス見て、金曜にカルチャー2020見て、週末を迎えるっていうペースの人結構いたと思うんですよ、そのペースで。なるほど。うん。だから、なんていうの、それを結構僕自身も、そういう人がいっぱいいることを結構実感できたんで、そういう意味でこう不思議な感覚でしたね。なるほどね。うん、もう細井さんにはほらもう、セリア、細井さんのおかげで見るようになりましたとか、好きになりましたとかっていう連絡も来たりとか、YouTube のコメントはもちろんとか、ツイッターでもたくさんの質問とかも届くようになって、はい、もうあれですよね。今、ダゾーンでしかセリア放送してないから、うん、日本で言うと、うん。もう解説者だって、そんな試合つかなかったですけど、うん、解説者も細井さんだけでしたから。セリアの解説でも細井さんにもうなっちゃったわけですから。ね、ついに、ダゾーンね。になったそうそうそう。ダゾーンね、6年目なんですね、今シーズン。はい。で、まあずっと僕も細々とやってきたけど、まあ何人かでやってたわけですよ、解説者。で、ついに今シーズンは、リーグ戦の解説をやったのは僕だけです。で、スーペルコップで林良平さんがやってくれたんで、あれをすごく皆さん、なんて言ったら、やっぱ嬉しかったし、僕自身も。で、けど、まあ僕もね、まあ月1か月2ですよ。言っても、リーグ戦の解説と言っても。で、終盤にね、最終節なかったし、とか、だったけど、まあ結局やったの僕だけだったから、盛り上がってんのか盛り上がってないのかちょっとよくわからない。
そういう意味では。いやいや、もうウニコですから、はい、もうオンリーワンですから。いや、もうそうですね。辛いですね。いや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 、まあ、ということで、まあ、はい、ミランの、優勝で幕を閉じた今シーズンなんですけども、そのミランの歩みを、はい、振り返っていきたいなというふうに思っております。はい、11年ぶりのスクデットから何日か経ったんですけども、はい、この11年間、ミラン、様々なことがありました。そうですね。はい、我々も30代前半だったということを考えると、だいぶ時間経ったなって気がしますよね。確かにね、うんうん。あの頃から11年経ったと思うと、かなり0歳で生まれた子供が11歳になってるわけですから。うんうん、そうでしょ？信じらんないですよね。うん、2011年、10、11シーズンにアレグリがミランを率いて、はい、スクデット。当時、まあ、アレグリというとカリアリで、結果を残して、ミランに抜擢されて、うん、はい、いわゆるもう新進気鋭のアレグリだった頃ですね。うんうん、彼がスクデットに導いてから11年、ミラン、いろいろなことがありました。はい。6人の、ピオリまで6人の監督。そうだよな。そして、2度のオーナー交代。そうですよね。そうだよな。ミランでそれだもんな。この11年間、非常に本当に、長かったんじゃないかなって気がします。はい、10、11シーズン。今回よりも勝ち点が4ポイント少なかった82ポイントで、うん、アレグリがスクデットに導きます、うん、当時で言うとイブラ、パト、ロビーヌなど、うん、なかなか前線のタレントも豊富で、うん、まあ、最終ラインにもネスタなんかもいて、はい、タレントがいた時で、まあ、優勝しても不思議ではないメンツだったと、うん、で翌シーズンアレグリ対戦で、80ポイントで2位、うん、まあ、そして、12-13 シーズン72ポイントで3位、この時にはまあ財政も傾き始めていて、はいはい、チアゴ、シウバだったり、うん、イブラだったり、うん、カッサーノだったり、うん、いわゆるその、スターが相次いで退団したと、うん。ただそこでもう3位で踏ん張れたっていうのは、うん、エルシャーラビーだったり、まあ、バロテンリだったりっていう活躍もあったからというのもありました。うん、しかし、13-14 シーズン、アレグリから、アレグリが成績不振により退任。そしてタソッティの、暫定監督、はい、2番手でしたからね、うん、そして、まあ、こっからが、まあ、ミラニスタもかなり悩んだいわゆる OB たちのリレーが続くわけですね、はいはい、そうですね。で 13-14 シーズン最後はセイドルフ監督が、うん、率いたと、うん、まあ、この時期に言うと本田圭佑選手がなんかも、うん、加入した、はい、した時期でした。そして、14-15 シーズンは、もうまさにこの11年間の中で一番のどん底に陥ってしまうと、勝ち点52で10位。インザーギ監督、フィリッポ・インザーギですね。お兄さんのフィリッポ・インザーギ監督から、開幕からシーズン終わりまで率いたんですけども、結果は10位。そっか。1シーズンこれ時フルだったんでしたっけ？確かそうなんですね。そっかそっか。で、まあ当時で言うと、中心選手はメネズ。はい。超うまかったですけどね、メネズはね。うまかったですけど、スター性とかっていうところで関して言うと、うん、まあ、第2、第3の、その、スター候補がいなかったっていうのも正直な時期だったかなという気がします。うんうん、そして、再起を誓った15-16シーズン、ミハイロビッチ監督が就任と。サンプドリアだったかな、サンプドリアで結果残した後ミランだった記憶があります。うんうんうん、ただ、そのミハイロビッチ監督も、不振、うん。シーズン途中にミランの OB である、ブロッキーが招聘されると。うんうん、当時のチーム得点王がカルロス・バッカ。うん。うんって、細井さんが言っちゃうような、まあ、そうですね、時期でしたよね。はい。いやかなりきつかったですね、このぐらいの時期ね。そして16-17シーズン、6位。63ポイントで6位。この時は、まあ、新たにシーズン、開幕から、ヴィンチェンツ・モンテンラ監督が就任と、はい。当時はフィオレンティーナで結果を残して、まあ、大抜擢ではあったと。うん、ただ、その16-17シーズンで言うと、シーズン途中に、ベルルスコーニからリーヨンホンに、中国のグループに、経営権が移譲されたというシーズンでした。はい、うん、モンテンラ監督は、まあ、シーズンをですね、終えて、6シーズンも率いることになるんですけども、17-18 シーズン、翌17-18シーズン、モンテンラ監督解任。そしてまた OB であるガッドゥーゾが呼ばれると、ね、ここは結構天気でしたよね、うん、ガッドゥーゾになった時も大丈夫って感じだったけど思ったよりも整っていくんですよね、ちょっとずつちょっとずつ、うん、だそれがあっての次のシーズン、そして翌18-19シーズン、はい、ガッドゥーゾ2年目に関して言うと5位68ポイントでフィニッシュするんですけども、うん、この時にリーヨンホングループから
今のエリオットグループに、うん、譲渡されるわけですね、うん。まあそのシーズンのオーナーの入れ替わりの時期を過ごすっていうわけなんですけども、まあそこから今に至るまでいろいろあるわけですけども、ガジディスが来たりとか。そうなんですよね。フロントの体制が変わったことで、ちょっと動きが出てきたって感じですね。そうですね。はい、ここで言うとエリオットグループに関して言うと、まずはテコ入れしたのはフロントだったと、うん。で、フロントの入れ替えもまあありつつ、ガジディス出てきたりとか、うん、レオナルド出てきたりとか、ボバンが出てきたりとか、はい、マッサーラが出てきたりとか、うん、そしてまあ、今で言うと、マルディーニ、うん、パパが、うん、舵を取るようになってから落ち着いてきた印象もあるというような感じです。うんはいうん、そう。で、ピッチの中もガッテート体制で落ち着いて、まあ、この年5位まで来るんですよね。そうですね。はい。そして翌19、20シーズン、この年は66ポイント、6位でフィニッシュと、うん。で、シーズン前半率いていたのが、ジャンパオロ監督、うん、現在のサンプドリアの監督ですね。はい。なんですけども、ジャンパオロも結構大抜擢の起用だったんですけども、冬に解任になり。うん、そうですね。ガッドゥーゾがあんだけこう、我慢して我慢して整え始めた段階だったから、もうこのままガッドゥーゾでいいんじゃないっていう意見がある中で、こう、セリアの中では、まあ、順調にこうキャリアを積んできたジャンパオロが、ここで抜擢されて、だけど、ジャンパオロのサッカーと、いわゆる4312のシステムと、ミランのメンバー編成って合ってねえんじゃねっていう話は当初からあった中で、うん、結局やっぱダメだったじゃんみたいな感じになっちゃったんですよね。始まってみたらね。まあ、ジャンパオロも当時で言うと、新進気鋭で、うん、もしかしたらこの後マンチーニとか、はい、レグリーのように、ステップアップしていくんじゃないかと言われていた時期でもある、うん、監督だったんですけども、残念ながらダメだったと。そして冬にジャンパオロの解任に踏み切るミランなんですけども、ここで後任を誰にするかという問題が出てきたわけですね。当時、ピオリ監督が率いるわけですけども、はいうん、もうミラニストの間からピオリアウトっていうハッシュタグが流行って、ピオリなんか来ても何にも変わんねえよみたいな風潮だったわけですよ。はいはい、ただそのフロントは、エリオットグループのフロントは、もうジェノワの監督に就任するピオリ、もうほぼ寸前、サイン寸前だったところをかっさらってミラン就任させたと、はいはいうん。で、エリオットグループ、まあフロント陣考えてたのは、今シーズン、19、20シーズンまでピオリに率いてもらって、その後は、うんテクニカルダイレクター兼監督として、ラングニックを連れてくるというプランがあったから、うんうん、まず半年でピオリさんお願いしますよという話だったんですね。うんうん、で、その時に、まあいろいろ、その1月にはいろいろ起こったわけです。はい。イブラヒモビッチが、はい。今は亡くなってしまった、ライオラさんの、はい。勧めもあり、ナポリじゃなくてミランに行けっつってね。そう。そう。アメリカからイタリアに戻ってくるわけですね。うん。で、ナポリではなくミランを選ぶ。はい。そして、まあ、この時、皆さんもご記憶に新しいコロナが、はい。始まって、カレンダーがぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。すごいな、そう考えると。はい。そういう本当にあの、うん、混乱の時にピオリさんが就任、そしてイブラヒムビッチが帰ってきたわけなんですけども、ただその前半苦しんでいたミランなんですけども、彼らの活躍もあり、カレンダーの変更もあり、最終的には6位まで盛り返すことができてフィニッシュすると。うんうんうん、で、ラングニック、翌シーズン、22、21シーズンからラングニックで行くよっていうような話は、もう4月、5月の段階で消え始めていて、ピオリ続投、イブラヒンビッチ契約延長の話が出てきて、来シーズンこの体制でチーム力で戦いますとなって、うん、昨シーズン2020、21シーズンはピオリ体制で79ポイント、うん、2位でフィニッシュと、うんそしていよいよ3シーズン目の今シーズン、ピオリ監督にとっても嬉しい初スクデットで、この11年間が幕を閉じるわけです。結構なストーリーですね、11年。そういった意味では、うん、もうミラニスタの方たちにとっても待望の待ち望んだスクデットだったんじゃないかなって、ね。そうですね。だから2012年、12、13ぐらいから5、6年間がやっぱきつすぎたんで、その手前のね、やっぱ強かった時期の、記憶がまだ新しい中でドーンと落ちてったから、かなり昔を知って、90年代を知ってるオールドファンにとっても、うわー、ここまで来ちゃったか、みたいなね、どんより感あったし、その2010年前後の良かった時期を知ってる人たちにとっても、一気にガラッと変わっちゃったから、すごい悲しさがあった中で、まあ、その上曲折ありましたし、OB を連れてくる連続のあたりも、ちょっとね、なんだろう、苦しかったけど、まあでも、そうやってこう、オーナーが、変わって、監督が変わって、
その巡り合わせがうまくバチッとはまった瞬間にドドドッといい方向に結んで、進んでいった。でこれが、ここの3年で一気にまとまっていったんで、まあ本当に、まあこうやって見るとね、客観的に見ると面白い11年だなっていう感じしますけどね。いや、まあクラブの中の人だったり、ファンだったりっていうのは本当にやきもきした11シーズンだったんじゃないかなという気がしますし、うん、そういった苦しい時期を知ってるからこそ、うん、このスクデットには、大きな価値とかっていうのがあったんじゃないかなという気がします、うん、はい。そしてですね、今シーズンの話振り返っていきましょう、はい。私もザザザッと走り書きで調べてきました、はい、さすがです。第一節から振り返っていきたいというふうに思っております、はい、うん、そうですよね。なんで笑ったかっていうと、はいはい、もう番組スタッフから Google が動画を短くしろって言ってるって、グーグルがね。何すか？コンサルが入ってると。そう、コンサルで、もう映像は短くしろって言われてるんですけど、もう我々は、その台本無視ですよ。何？ 1 節から38節まで振り返りますから。何言ってんすかね、そんな。アレグリ体制、3年目でスタートした今年のシーズン。うんうん、開幕戦はアベーサンプドリア戦でした。開幕戦ゴール、ディアスの新背番号10、はい、ディアスのゴールで幕開け。そうですね。ブラヒム・ディアスが、つまりチャルハノールが抜けて、うん、ここのチャルハノールのポジションというのは結構そのイブラヒモビッチの関係性とか、まああるいはレビッチとの関係性とか、右、まあサレマーケルスとか、まあ昨シーズンではカスティジェホとか出てた中での関係性、守備をピオーリさんが作ってうまくそのハマってきた中で攻撃をどう作るかについては結構チャルハノールに依存してるところがあって、うん、チャルハノールがまあいいところに飛び込んでいっていいところでボールタッチ、しかもシンプルにプレーすることで、ミランの攻撃が、まあ、ゴールまで帰結するっていう流れがあったんですよね。うん、彼がインテルにドーンって行ったことで、おいってなったんですけど、まあ、それを埋める手立てとして10番渡したのがブラヒム・ディアスだったんで、まあ、全然プレースタイルも違うことからして、どういう感じになるのかなっていうのは、まあ、不安要素でもあり、期待でもあったと。で、その中で、開幕戦で、まあ、サンプ、しかも開幕直後めちゃくちゃ良かったんで。非常に良かったですね。はい。で、この相手に対して、難しい相手に対してディアスが活躍して、まあ、1-0 で勝ったゲームっていうのは、意味としてはめちゃくちゃでかかったですね。うん。本当に新背番号10、うん、トップ下として出場して、うん、まあ、ディアスに関して言うと、シーズンを通してハイパフォーマンスだったかっていうと難しいですけども、うん、シーズン前半を引っ張ったのは、このブライアン・ディアスだったんじゃないかなという気がします。はいはい、新背番号10のゴールで幕開けをしたシーズンでした。はい、続く第2節、カリアリ戦。うん、ここでは、トナーリがフリーキックを決めるんですよ、先制ゴール。素晴らしかったんですよ。ピルロのようだとか。書いてある、カッコピルロ。伊藤さんメモに書いてある。当時の、はい、やっぱ、トナーリはもうピルロと、まあ、ガッツーズに憧れていて、うん、昔から、うん、ミラニスタだったという中で、うん、まあ、現地史もピルロのようなフリーキックだったというような表現をして、そして、まあ、レオンがゴールを決めて、この十何年間呪われてると言った背番号9、ジルーのドッピエッタ。そっかそっかそっか。そっか。もうここで2点取ってんのか、ジルー。そうですね。1得点が PK だったんで、はいはいはい、なかなか最初だけでしょうみたいな雰囲気もまだまだジルーに懐疑的な目もありましたよね。なるほどね。でも僕はやっぱこの最初の3試合、まあ次、ラツィオ戦に 2-0 でレオン・リブラヒモビッチのゴールで勝つわけですけど、うん、もうトナーリとレオンが昨シーズンとは別人すぎて。それは今シーズンのまず最初の印象でしたよね。はい、はい。まあ、レオンは本当に20、21シーズンは全然不調で、トナーリも加入1年目ですかね、うん。そうです。あんまりフィットしてない印象があって、トナーリってちょっと期待かけすぎじゃないっていうふうに思ったんですけど、そう。開幕のこの3連戦を見る限り、はい、非常にレオンとトナーリがいいぞっていうのが、大事印象でしたね。はい。もう別人。本当にトナーリは、昨シーズンいかに精神的にいろいろこう考えちゃってたんだろうなっていうのは、頭でやっちゃってたんだろうなっていうのはよくわかるぐらい全然別人だったし、レオンは、なんて言うんだろうな、どこでボール持ちたいのかもよくわからないし、何がしたいのかもよくわからないし、ふわ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 、ふら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 して、適当に仕掛けてボール取られるみたいなって、すごい去年多くて、この選手どうなるんだろうなっていう感じでしたけど、いきなり今シーズン始まったらバチッとこうなんかメンタルがこうなんていうんですか、一つの方向にちゃんと向かってる感じがして、この二人の変化にまずビビりましたね。なるほど。うん、そして、昨シーズンミランは2位でフィニッシュしたことによってチャンピオンズリーグも戦うことになりました。はい、うん、ラツィオとは 2-0 で勝った後ですね、CL リバプール戦、うん、開幕戦からいきなりリバプール。レビッチ、ディアスがゴールを決めたものの、はい、アウェイで
2対3で敗れてしまった、うん。これね、めっちゃいいゲームだったんですよ。だからね、うん、多分ね、すごく自信になったと思う。これ今振り返るとですけど。チームの方向性とかやりたいことが明確になったと。はい。はいはい、自分たちが昨シーズン、ピオリの元で作ってきた昨シーズンからの サッカーは最初の3節で、よし、いける。今年もスクレット争いができるぞってなって、これがじゃあ自分たち国際レベル的にどうなのかっていうところは、リバプールこのゲーム、まあ 2-3 っていう敗戦でしたけど、かなり手応えをつかめた気がしました。なるほど。うん、そしてまあ結構苦しくてですね、うん、ラッツィオ戦の後、リバプール戦い、うん、そしてアウェーのユベントス戦。中2日と中3日でしょ？すごいな。なんですけども、ユベントス戦で言うと、はい、第4節ユベントス戦は、レビッチの同点ゴールで 1-1 引き分け。うんうん、これもなんて言うんでしょう。これまでのミランだったら、1-0 のまんま敗れてしまいそうな中、はいはい、まあ、ユベントスの不調も重なり、うん、追いついて、勝ち点1をゲットすると。うんうん、そして続く第5節、ベネツィア戦、はい、ディアスとテオエルなんです。ブライミディアスとテオが決めて、2-0 で勝利。うんうん、まあ、ここら辺まではかなり、ディアス10番すごいね、みたいな。そういう感じですよね。時期ですよね。そしてなかなかピオリさんも役者だったりとか、盛り上げ上手というか、チームを一枚岩にするのが上手だなと思ったのが第6節スペーティア戦。アウェースペーティア戦。マルディーニの息子を先発、初先発起用。そしてその起用に応えてヘディングでゴール、初ゴールと。パパの真似。スタンドで見ていたお父さんも喜んで。なんでしょう。いろんな面で、チームを盛り上げるというか、そう底上げもさせるというか、はいはい、しかも逃げ切って2対1で勝利、そして そこに第6節と第7節の間には、アトレチコマドリー戦があるんですね、ここで言うとアトレチコの 1-2 で敗戦、10月に入ってアタランタ戦、割とアタランタはミランと相性が悪いなっていう印象が僕は個人的にあったんですけども、3対2で勝利、しかも記憶に新しい、この頃カラブリアが何点か連続で取った記憶があるんですけど、カラブリアが開始28秒でゴール、本当に電光石火の一撃で3対2で逃げ切り勝利、続く第8節ベローナ戦、いやここがそうなんですよ、そうそう、ミランを見ていた人とか、はい、多分現地の記者とかもよく言っている、今シーズンのスクデットを取る上でターニングポイントになった試合の一つじゃないかというのが第8節、この試合はでかかった。10月16日行われた、はい、ホームベローナ戦、今シーズンベローナが、65ゴールという破壊力を武器に躍進したわけなんですけども、はいはい、そのベローナが3シーロで 2-0 のビハインドを背負ってしまう。そんな中でハーフタイムに流れを変えるべく送り込んだのが、今シーズン決して主力とは言えないカスティジオだったんですね。いや、本当そうですよね。ほぼ、なんて言うんだろう。あれ、もうこれ一個間違えたら構想外だね。ああ、厳しいなっていう感じの状況の中で、いきなり出番回ってきたんですね。そうなんですよね。そしてジルーが1点返すと、ケシエの、まあ、ゴール決めるわけですけど、ケシエの PK を獲得を演出、はいはい。そして最後のギュンテルのオンゴールを誘発するキックで、3対2の逆転勝利に貢献。そしてカスティジェホは試合後に涙を流すと。これ結構鳥肌立つな、今。いや、あの試合、やっぱ結構鮮明に記憶として残ってますよね。はいはい、そうですね。あちこちで言ってる通り、ミランは本当にそのピオリさんがファミリーを作ったというチーム状況の中で、まあ、今シーズンのことで言えば、これはめちゃくちゃでかかったですね。うん、で、カスティジェホが、まあ、これ多分これがなかったら、まあ、彼はすごく多分めちゃくちゃ人格者だと思うし、まあ、ね、シーズン終わってから、最終節終了してからも、憧れのミランで、その腐る理由はなかった、的な、あのコメント出してましたけど、でもやっぱこの一試合があったから、カスティジェホは多分チームのためにずっと頑張り続けた。うん、全然試合に出れない、分かっていても。それが、チーム全体の一体感を生む大きな一因だったことは間違いないんで、これが大逆転勝利であったってこととカスティジェホが流れを変えたってところは、超でかかったと思います、ね。そうですね、この時点でミランに関して言うと7勝1分けと絶好調なんですけども、それを行くナポリが開幕から、うん、そう超強かったもんな。連勝記録をしていたので、7勝1分けにもかかわらず2位と。あ、なるほど。そうでしたね。そしてミランに関して言うとまだ苦しんでしまうんですね。はい、チャンピオンズリーグ10月15 19日、ポルト戦は 0-1 で敗戦、ということで、チャンピオンズリーググループリーグは3連敗。まあ、グループリーグかなり厳しいグループに入ったんで、厳しいという予想はあったんですけども、その中でも、
開幕3連敗ということで、はい、ミランのチャンピオンズリーグは厳しいなっていうのがすでにこの時に立っていたという時期でした、はい、ただリーグ戦は非常に明るく展望が続きます、はい、第9節ボローニャ戦、2-2 で迎えた終了間際、ここでベナセル、イブラヒモビッチ、この時イブラヒモビッチがエンポリに、あ、ごめんなさい、ボローニャ相手にオンゴールを記録してるんですよね、うんうん、なんですけど終了間際にイブラヒモビッチが決めるところが、うん、はい、なんでしょう、責任感の強さだったり、はい、役者だなっていうところをやっぱ感じさせる一戦だったなっていう記憶 をしています、うん、そして第10節トリノ戦、節目の10節ですね、ジルーのゴール、うん、ここでも現地でいよいよミランの9番の悪い歴史が、うん、解消されるんじゃないかと言われてやり始めた時期ではあります。そうですね。でごめんなさい、ちょっと戻ると9月10月あたりにそのイブラヒモビッチもジルーも怪我して前がいない。ああ、はい、はいはい。そうそうそう。この時期をレビッチが9番のまあ先頭のポジションでワントップでやったんですよね。でそこすごい我慢できたのが超大きくて、でジルーとイブラヒモビッチはまた戻ってきて、結果出し始める。でこの辺はあの怪我人も結構続いたんで。あの、苦しかったんですけど、なんか変わる変わる出てきたんですよ。やっぱ活躍する、あの、ちゃんと穴を埋める選手が。で、これはやっぱり過去2年間の積み上げ、積み重ねが非常にやるサッカーの明確さと、戦い方はコロコロ変えるんだけど、チームに誰が入ってもポッと当てはまっていくところが、もうすでにこの時期に、やっぱすごく感じましたね。なるほど。うん。そして第11節。アウェーローマ戦、うん、ここも割とターニングポイントだったり上げる人多いと思うんですけど、はい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 、イブラヒモビッチの直接フリーキック、左側から右サイドに決めたゴールですね、はいはい、うん、それが決まったんですけども、テオが退場、はい、10人で苦しい中で、耐え忍んで、そっかそっかそっか、あ、勝ったという試合 で、まだ無敗記録を継続すると、うん、そしてローマ戦の後にポルト戦、ポルトの折り返しの試合では、オンゴールで1対1で、ドローと、うん、まあ、この時点で、1分け3敗と、うん、なかなか苦しい状況で、ポルト戦の後に迎えるのが初の今シーズン4回あった1回目の、ミラノダービー。このゲームは本当に素晴らしい好ゲームで、すごく僕は勇気をもらったというか、うん、嬉しかった。なるほど、うん、見てて嬉しかった好ゲームでしたね。デフライのゴールで 1-1 のドローなんですけども、うん、ミランはインテルに PK を与えてしまうんですね、うんうん、そして当時を思い出していただくと、当時はですね、今年こそ MVP の挙げる人も多いゴールキーパーのマイク・メニャンが肩だったかな、はい、かなんかの肘か肩の手術に踏み切っていて離脱中、うんうんうん、そしてなんか痩せ細っていたタタルシャヌが出てくるわけですよ。そしたらそのタタルシャヌがラウターロの PK をセーブして勝ち点1をもたらすと。やっぱ振り返るとあるな、いろいろ。いや、そうなんですよ。日替わりヒーローがやっぱいたわけですよ。いたんですよね。そしてミラノダービーも引き分けに持ち込むと、まだ無敗記録継続。そう。そう。超順調な中でのフィオレンティーナに、今振り返ると、この11月というのは非常に一個タイミングポイントの時期だったかもしれないですね。11月20日、アウェーフィオレンティーナ戦。ついに黒星がつくと。フィオレンティーナとのアウェー戦で3対4の打ち合いの末、初黒星を喫すると、はい、あ。すごいゲームでしたね、これもね。このゲームはでも、まあ、最高に面白かったですね。面白かったですね。まあ、元ミラン OB のサポナーラが決めたりとか。はい、はい。非常に打ち合いで非常に面白い試合になった、はい、っていうのがまあ、一個ありました、はい、そしてその後の負けた後のチャンピオンズリーグ戦、うん、メシアスのゴール、うん、ここら辺からその11月過ぎあたりからメシアスが出場機会を増やしていくんですよね。はい、はい、そうそうそう。だからちょっとやっぱディアスとかサルマケルスとかその辺の前のタレントがまあ、なんて言うんだろう、相手にバレる、うん、相手に対策されることがすごく増えてきて、徐々に、あ、次の一手打たなきゃなって時期になってくるんですよね。うん、で、まあ、選手交代で、こういうメシアスとか使い始めて、まあ、メシアスは逆に、ミランのメシアスっていうデータがあんまりやっぱなかった時期だったんで、特に、ハマりやすかったっていう気がしますね。なるほど。うん、そして勝ち点、チャンピオンズリーグ勝ち点4まで持っていくんですね、うん。で、この時点ではまだチャンピオンズリーググループリーグの突破が、の可能性が、そうですね。残ってたんですよね。うん、確かね。そしてまあ、そういった意味でも、上向き加減になりそうなきっかけの試合だったんですけども、うんうん、セリア第14節サッソーロ、はい、うん、北の三強に勝っているサッソーロが、はいはいはい、まあ、このミランに、うん、
アウェーで勝つわけですよ、はいはい、ロマニオーリのシーズン初ゴールで先制したミランなんですけども、その後サッスオーロが3連発、うん、1対3でミランを破れてしまうと、うん、でここで、12試合連続無敗を続けていたミランがリーグ戦2連覇を喫するんですよね、うんうんうん、そっかそっか。で11月、まあ、ちょっと苦しい11月を、この時はだから11月に関して言うとリーグ戦は1勝もしなかったんですね、うん、そっか。なんですけども12月に入るとジェノア戦でリセットするわけですよ、はい、イブラフミッチ、メシアスのドッピエッタで3対0でアウェーで勝利、うんうん、連敗をストップさせます。ただここでまた事件が起きるわけですね、うんうん、センターバックで出ていたシモン・ケアがここでか前十字じん帯をやってしまって離脱と、まあ、ケアに関して言えば復帰するまでヒゲを伸ばし続けるということで、はいはいはい、入場セレモニーなんかの時は、はい、サンタクロースみたいになってましたけど、はいはい、なってましたね。がケアが離脱と、うん、ここから行くぞっていう時にケアが離脱、まあその後の話は皆さん分かってると思うんですけども、はい、カルルだったり、はい、トモリだったりが活躍するわけですね、うんうん、そして迎えた第16節サレニターノとのホームゲーム戦、ケシエ・サーレマーカスのゴールでついに首位に立つわけですね、うんうん、ここで勝って首位に立つわけです、うん、もうこの時期はとっくにケシエももうあいもう延長しませんみたいな感じになってて、あ、そうそうそう、そうそう、どうやって使っていくのみたいな、そう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 、で結構ミランニスタの人たちもお前もうケシエなんだやる気ねえら出てけよって的な話が、うん、まあ、雰囲気ある中で僕はもう絶対ケシエがキーマン、もうこうそういう選手こそどうやって使っていくかキーマンだろうなと思ってた時期にだったんで、よくもう踏ん張ったなと思いますよ、ケシエは。いわゆる今シーズン末で契約満了で0円席にしてしまうという中で、うんうん、はい、12月の4日のサレニタの戦だったんで、うん、1月の市場で売れば移籍金が入るじゃないか、はい、もう出てくるんだったら売った方がいいんじゃないかっていう中での起用でのゴール。はい。うん。そして、サレニタの戦後は、決勝トーナメント進出の可能性を残して戦ったリバプール戦。うん、残念ながらここは1対2で敗れ、はいはい、これともに1点先に取るんですよね、先制点ですよね確かね、うんうん、だからおおと思ったけど、まあ、逆転負けをした、はい、確かそう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 、うんうん、逆転負けをしてしまって、これなんかやりましたよこの番組で、やりましたよね、そうだそうだ、やったやった、うん、やった、やってそれすら忘れてた、グループリーグ、うん、最終的には4位で、うん、ヨーロッパリーグへの出場権もなくヨーロッパの旅は、終わってしまったと、うん、いうのが12月7日でした。そして17節ウディネーゼ戦、もうクセモノですよウディネーゼ戦、うんうん、イブラヒモビッチの3人なんかルーズボールになったやつを、はいはいはい、割となんかカンフーキックみたいなので決めたんだったかな、ロスタイム92分に、はいはいはい、分かった、はいはいはい、それでウディネーゼに1対1で同点の追いつくわけですよ。あ、なるほど。まあこれに関して言えば勝ち点1取れてよかったねなんですけども、ライバルが勝ち点を積み上げたため一日点下で2位にまた交代してしまうんですね。そうだそうだ。で、迎えたナポリ戦なのか。そうですね。そして年内最終節。あ、最終節、ね。嘘です。年内最終節。はい、年内最終節前のナポリ戦。うんうん、ホームで、ナポリに敗れて3位に交代。はいはいはい、2位、3位。1位だったのが1、うん、2、3と落ちてしまうんですね、うん。インテルとの差は3になって。うん、そしてエンポリ戦、年内最終戦、12月22日のエンポリ戦は、ケシエをトップ下で起用。そうそうそう、ここで最初にやるんですよね。ケシエ、そのトップ下で起用されたケシエが2ゴール、うん、そしてフロレンツィ、テオリエルナンデスのゴールで4対2で勝利と、うん、再び2位に戻ると、うん。まあもう完全にブラヒムどうすんだみたいな、全然調子上がんねえじゃねえかみたいな時期に、うん、前でプレスをかける。まあ、要は全体的なプレスをもうちょっとちゃんとエネルギーを持って前からやりましょうっていう意味で、ケシエの立ち位置を前にして、それがやっぱすごくハマったゲームだったんで、おっていう感じが、あ、その手があったかみたいなのがまずここであったんですよね。うん。うん、そして2022年に入ります。第20節開幕戦。開幕はローマ戦と、今シーズンからセリアも前半戦と後半戦のカレンダーが裏返しではなくなったので、うん、2ヶ月ぶりぐらいのローマ戦だったと、うんうん。で、ホームローマ戦は3対1で勝利と。うん、で、この時に、ね、シーズン、2022年の開幕戦だったんですけども、ライバル、インテルは、ボローニャ側に確かコロナが出て、延期になったと。はいはいはい、で、ここからしばらく、インテルが1試合少ないよっていう時期が続くわけですよ。そっか、ここだったか。
なので、ミランがその後上位に立つんですけど、1位に立つんだけど、インテル側からすると、まだボローニャ戦が終わってないしね、みたいな余裕とかもあったかもしれません。これ超結果論ですけど、うん、オフ明けじゃないですか、これ。1月6日。うん、はい、まあ1月最初の試合を、でやりたかったでしょうね、インテルはね、うん。今思えばね。やりたかったと思いますね。今思えば。今思えば。そして すぐにミッドウィークがあって、うん、ベネツィア戦3対0で勝利、うん、この時は初めてかな、テオエルなんですがキャプテンマークを巻いてプレーしてドッピエッタ、うんうん、なるほど、なんかそういうストーリーがまたなんか、ね、ありますね、振り返るとできてできすぎるんですよ。本当すね、本当はロマニオーリ、キッシエ、カラブリア、ケアが、うん、まあキャプテンだったり副キャプテンだったりするんですけども、うんうん、同時に欠場があって、はいはいはい、そこでベネツィア戦でテオがキャプテンマークを巻くと、はいはい、うん、そしてジェノア戦、続くジェノア戦3対1で勝利、うん、そう、2022年を3連勝という形で、うん、好スタートを切るわけですね、うんうん、またとないスタート、うん、そして第20あ、ごめんなさいごめんなさい、3連勝、公式戦3連勝ですね、うん、ジェノア戦はコッパイタリアですね、ですね、はい、コッパイタリアです、公式戦3連勝、そして第22節スペーツィア戦、はい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 、はい、これを覚えてる方もいらっしゃると思うんですけどそうだよな、 1-1 で迎えた終了間際、はい、メシアスが左足を巻いて綺麗にゴールが決まったんですけども、その前に主審が笛を吹いてしまったためノーゴールの判定になってしまった、うん、まあ本来ならアドバンテージで流してゴールっていうのがまあルール上普通だろうところ、まああの、アドバンテージを取るかどうかは主審の裁量なんで、うん、吹いたこと自体が、あの、違反ではないんですけど、うん、あの、吹いてしまった。誰がどう見てもアドバンテージを取って流すべきだったっていうシーンを吹いてしまったことで、うん、うーわーっていう雰囲気が、まあありましたね。で、まあそのゴールが取り消された段階では、はい、1対1だったんですけども、なんと96分にカウンターからギャシが決めてスペーツが勝つんですよ。はいはい、大カウンターね。大カウンター、はい、で年明けからスペーツでも非常に好調で連勝を重ねた時期だったんですね。で 1-1 で終わればんって感じだったんですけど、なんと負けてしまったと。で、まあこの番組でもご紹介しましたけどもその試合後主審がピッチで泣くというか、はいはい、それを励ますミランの選手たちということで、はい、かなりその、話題にもなった試合でした、うんうんうん、ただ結果は黒星ということは変わらなかったので、うん、ミラン、いよいよ厳しくなってきたぞというのは、うん、まあ、雰囲気としてはありました。そうですね。これぞサッカーだよな、でも、やっぱ。うん、そして第23節、うん、ユベントス戦、うん。この試合0対0で終わるわけなんですけども、うん、兄貴、イブラヒモビッチがアキレス腱を痛めて、途中交代。ここでか。そうでしたね。そしてまた3位に交代してしまうわけですね、はいはいはい、2試合連続勝ち点取れ、勝ち点1で2試合で勝ち点1ということで、そしてこれが本当大変ね第23節ユベントス戦の後、うん、第24節ミランとのインテルとのミラノダービー、はいはい、これ代表ウィーク明けね、そう、そうそう、今年はかなりカレンダーがイレギュラーで1月の末に代表戦があって、そうそうそう、ユベントス代表戦インテルと、うん、あの、あれですよね。イタリアは試合なかったから合宿だけだったんですよね。そうです、そうです。そうそう、この時はね。で、だからコンディションすごいいい中だったんだけど、で、大きなトピックスとしては、アフリカネーションズカップに行ってたケシエが戻ってくるんですよ。このタイミングで。ギリ、ギリ。で、それで、ケシエをトップ下で使えるんじゃないか、またトップ下で使った方がいいんじゃないかっていうのは、まあ、セリアフリックスでもやりましたし、それがまあ、パーカーの流れになったわけですけど、ここで、そのインテル戦なんですよね。そうですね。2月5日、インテル戦、うん0対1のビハインドで迎えた終、うん後半戦、うん。ジルーが3分間でドッピエッタ、うん、逆転勝利、うん。すごかったな。今シーズン、ミランのベストゲームを挙げるならどれですかって言われたときに、うんベローナ戦を挙げる人もいれば、はい、このミラノダービーを挙げる人もいるんじゃないかなというような劇的な勝利でした。うんうんはい、まあ、なんていうでしょう、最後まで戦う見せを見せた試合だったんじゃないかなって気がします。いやー、めちゃくちゃ盛り上がったんじゃないですか、チーム内的に、この試合はね、本当に。かなり結構その、過密日程になりましたと。うん、で、うん、インテル戦後はラッツィオとのコッパイタリア。はいはい、ここはまあ 4-0 で勝利。うん続くサンプドリア戦第25節。レオンのゴールなんですけども、これがまあ非常に面白いことに、うん、ゴールキーパーのメニャンのロングボールからのアシストで、はいはいはい、レオンがゴールを決めたと、はいはい。
でね、この辺でね、ベナセルがめっちゃ絶好調です。ベナセルも、ミランで前半戦ちょっと出場時間短かったんだけど、ネーションズカップ、アフリカネーションズカップ行ってコンディション上がったんですよ。ベナセル。で、戻ってきて、この辺の時期にすごい調子良かった。どの試合かは覚えてませんけど。で、ベナセルなどの活躍もあり、まあ、アルジェリア代表として帰ってきたってことですね、はい、終わって。はい、そして、サンプドリア戦が終わってサレニターナ戦、うん、これもねサレニターナもいよいよその残留に向けてお尻に火がついた頃なんで年明けからこっからじゃなかったでしたっけサレニターナのダビデニコラの初戦ってこの試合じゃないちょっと今日は僕はねもしかしたらミランノだったんで忘れてますけどもしかしたらですよこの時にメシアスレビッチのゴールで同点に追いつくんですけども、うんうん同点なんですけども、インテルがサッソーロに敗れ、うん、ナポリがカリアリに引き分けたため、首位をキープすることができたんです。このカオスだよな、もう。この時割と上位陣が勝ち点落とすみたいな時期、記憶あったと思う。そうですね、そうですね。ビッグゲームが全部続いちゃったんですよ、どこのチームもね。そして続くウディネーゼ戦で、ウドジェに、細井さん大好き、はいはい、ウドジェに同点ゴール決められて、首位陥落、はい、ナポリ、はい、勝ち点は並んでるんですけど、うん、ナポリが、うん、ナポリとミランが57ポイント、うん、そしてミランが55ポイント。うん、ただし、うん、インテルは1試合少ないよという状況でした。そしてコッパイタリアファーストレグ、うんインテル戦、うん0-0ドロー。もうこの試合はどっちも疲労困憊すぎて見どころが少ない試合でしたね。めちゃくちゃもうなんつうんだろう前回のミラノダービーが信じられないぐらいの凡戦でしたね。うんうん、そして3月6日第26節。アウェーナポリ戦。いや、これも痺れましたね。痺れましたね。ジルーの一撃で勝利。ターニングポイントめっちゃあんな、ほんとに。そして、ただこの時期ですね、はい、コッパイタリアのインテル戦から0失点が続くんですが、うん、と同時に攻撃陣が鳴りを潜めてしまう時期がありました。はい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 、この3月非常に苦しかった。はい第29節エンポリ戦。カルルのゴール。来たもうセンターバックがもう定着し始めてたカルルのゴールで、0対、1対0で勝利。そうですね。で、この、ちょっと戻っちゃって、この2ヶ月ぐらい、はい、?1 月からの2ヶ月ぐらいは、そのケアが11月に怪我したことで、ミランもう冬どうすんの?ボトマンさ取りに急ぐのとかっていう状況の中で、あれカルルいけるならこのままいけんじゃんみたいなのが、こう、成熟してきた3月ですよね、その辺が。そうですね。うん、カルルはもともと右サイドバックだった、はい、左サイドバックで起用されることが多かったと。うんうんうん、そして、30日、30節、うんカリア戦、うん、ペナセルのゴールで、うん、ペナルティエリア側からボレーですね、左隅の突き刺さった。はい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 。で、1-0 で勝利。はい、3試合連続、ウーノゼロで勝利と。粘ってんな、おい。31節、ボローニャ戦。はいただ、ここが、スコアレスドロー。クボローニャクセモンだったな、今シーズン。続く鳥の戦、0対0、スコアレスドロー。はい無失点をコッパイタリアも含めて6試合続けるんですけども、うん、攻撃陣もその、6試合で3ゴールと、いうことでかなり苦しんだ時期でした。うんそして、第33節、ジェノア戦、うん。ようやく勝ちが。はい。つきます。レオン、メシアスのゴールで、はい2-0 で勝利。うん、まだ守備陣は、うん粘っていると。そうですね。だからこの 1-0、1-0、1-0 の3連勝、あったけど、やっぱすごい苦しいなっていう状況の中で、ドローってきちゃったんですよね。だから、うん、うわちょっとミラン今体力的にきついぞっていう状況がこの辺。うん。うんそして、ジェノアに、4月15日時点でジェノアに勝って、うん、まだ首位をキープするんですけども、はい勝ち点2で追うインテルが2位に潜めてると、はいはい。で、インテルはまだ1試合少ないよという状況。はいはいはい、そしてそのインテルとコッパイタリア、うん、セカンドレグ。そう。ここに関して言えばインテルにコテンパにされた。はい。コテンパって言い方大げさかもしれないですけど、結果的には0対3で。そうですね。でも本当にコテンパンでいいと思うぐらい、正直力の差が大きいなと感じるほどのゲーム内容だったし、それはやっぱりその前の5、6試合で感じてたミランやっぱすごいちょっと今きついな、疲れてんなっていうところがもろに出てしまったゲームだったんで、うん、うわ、こっからどうやっていきますか、立て直しますか、ちょっともうこれ犬の1試合少ないインテルがいっちゃうかなっていう感じですよね。そうですね、うん、そして日本はゴールデンウィークで騒ぎ始めた4月の末、はい
ラッツィオとのアウェーゲームですよ、うん。ここに来てラッツィオかよと思ってる人たちもいたと思うんですよ。はい、難敵ラッツィオと迎えた、1対1で迎えた後半アディショナルタイム。うんうん、そこにトナーリ。そうですね。でね、これは本当に僕は誇りたい。自分を。うん、この試合でもしかしたらレビッチやるじゃんって何ヶ月か前に言ってたと思うんですけど、もう大当たりですよ。レビッチが出てきて、すごい仕事をした。これゴールに繋がったのはもう間違いなくレビッチの存在が大きかったと思うんで、このゲーム取ったことで一気に吹き返しましたね、またね。そうですね。そして4月24日に行われた後、この週終わった後の水曜か火曜日にですね、インテル対ボローニャの延期試合が行われるわけですね。そしてこの試合は結果的にインテルがボローニャに1対2で敗れる。はい。これはびっくりしましたね。びっくりしましたね。ああ、想像してなかった、この。この結果はね。で、まあこの結果はまあ触れないわけにもいかないと思うんですけども、はい、インテルのゴールキーパー、まあ、控えのゴールキーパー、ラドゥーが先発して、はい、バックパスを、止められずに、そのまま後ろに流してしまって失点と。1-1で終われたかもしれないゲームだったんですけども、ラドゥのミスにより、インテルが勝ち点を落とすというような試合でした。でもこの試合でも非常に感動的で、その、ラドゥがミスしてしまって、試合を泣いてしまったゲームを、ドゥフリスが映すなという感じでカメラで隠したりとか、っていうのがあって、なんて言うんでしょう。非常に、インテルに関してはミランにしても最後まで続くそのスクデットレースの中で非常に緊張感のある戦いだったんだなって感じさせてくれました、ね。はい。これだからミランに対してファミリーファミリー言ってるけど、インテルも十分なファミリーであって、うん、連覇に向けてと、連覇をするんだっていう意気込みもめちゃくちゃ強いかったから、だからもうそういうシーンにもそれが現れてたし、決してそのチームワーク、チーム、一体感みたいな部分で劣ってたとは全然思わないですね。うん。うん、そして35節、うん、フィオレンティーナ戦です。うん、まあ、生意気なんですけども、フィオレンティーナがここからヨーロッパがちょっと見えてきたんじゃないみたいな、はいはいはい、現実を帯びてきたんじゃないって時期だったわけですよ。はい、生意気ではないですけど。そんで、アウェーでは今シーズン初黒星をつけられた相手で、うんうん、で、前半に関して言うと、インテルがもうシュート打ちまくってたんだけど、はい、ミランが、ね、ジルーが、はい、あ、ミランが、はい、ミランが、押してて、うん、ジルーが決定機外したりとかしてて、うん、あれちょっとなんか嫌な雰囲気じゃないっていう中で、後半、うん、レオンが、うん、左サイドから決めて、うん、1対2、1対0で逃げ切ると。これもやっぱ面白いゲームでしたね、すごく、ね。これも本当に、もしかしたらその最後のラストスパートを、うん、ここでもし引き分けだったりしたら、うん、まだ分かんなかったかもしれない。そうそうそう。で、やっぱり守備のミランであることをすごく印象付けた、90分だったし、これをやっぱゼロで終えられた、フィオレンティーナ相手にしかもゼロで終えられたことはかなり大きかったでしょうね。そして36節、うん、ベローナ戦。うん。すごかった。アウェーベローナ戦、ね。これはもうみんな記憶覚えてると思うんですけども、まさかの隣トッピエッタ。そうですね。で、この時は結構そのボールの動かし方と隣の入っていき方を変え、まあ、あからさまに変えて、もちろん相手による、相手のシステムと戦い方ありきなんですけど、隣行っちゃえよみたいな雰囲気はもうさ、まあ、ていうかね、隣だけじゃなかったです。みんな行けだったんですよね、この試合。で、この大一番のベローナって難しい相手に対してそれをやったチームとマネジメントが素晴らしいんだと思う。なるほど。うん、先制されて、はい、隣が前半終了間際にゴールで追いつくんですよね。うんうん、あそこで折り返して後半迎えられたのが非常に良かったかなという気がしますよね。はいはい、そして、第37節、アタランタ戦。アタランタに関して言うと、これまで続いていた、その、ヨーロッパカップ戦の出場枠を争う大事な試合だったんですね。なんですけど、その難敵アタランタをホームで 2-0 で勝利。なんなら今シーズンのベストゴールの一つと言われている、テオの70メートルドリブルゴールが決まると。まあ、俺だったら20メートルぐらいでこけちゃうでしょうね。もつれちゃうでしょうね。っていうようなシーズンでしたね。はい、そして、記憶にもう鮮明にある、第38節、うん、サッスオロ戦、はい。アウェイサッスオロが、マペイスタジアムが、サンシロのようになっていたと。はい、いや、本当ですね。で、このゲームに関しては、まあ、サッスオロは、どこのチームにとっても難敵であるんですけど、最終節でサッスオロが、つまりサッスオロのサッカーをやってくれたことは、ミラにとっては良かった。なるほど。このゲームに関しては。だから、すごく、なんつうんだろう。
あの、客観的に見るとすごい戦いやすかったんだろうなという気はしました。なるほど。うん、で、しかも、あの、優勝がかかってたとしても、とにかく頭から池だったんで、もうそのメンタリティをチーム全体で作って、もう最初からガンガン行かせたことで、もう殺生は別に何もかかってないから、うん、あの、1点2点取ってしまえばもうそこで決まるっていう流れに持ってった。その辺のその、チームワークと、徹底ぶりが、まあ見事でしたね。そうでしたね。はい、もうおっしゃる通り、殺走路に関しては何もかかってなかったし、うん、なんなら、ホームよりアウェイの割り当てチケットが多かったから。いや、よくそれ。うん、こんな感じになってましたし、はいはい、いい雰囲気のスタジアムだった。うん、ここからイタリアのユゲさん、現地で取材されてたユゲさんから写真が届いてあったり、動画が届いてるということで、はい、その優勝のセレモニーの、まあ、優勝の雰囲気のが分かる動画をご覧いただきましょうね。ね、うん、はい。お、ユゲさん歩いてますね、これ。ユゲさんになりきれる。ユゲさんカメラ。うん、今この、両チームのサポーターがね、一緒に写真作るなんていうのは、なんていうでしょう。時代も変わったなっていうか、まあ、いい雰囲気になってきたなっていうのを思いますし、うん、まあ、現状を考えれば当たり前かなって気もするんですけども、うんうん、ね、僕たちが見始めた頃のセリアではちょっと考えづらいかな。確かにね。っていうような雰囲気ですよね。うん、みんながユゲさんを応援してますね。いや、なんか、結構話題になってましたけど、チケットが高騰しすぎて、うん、だってユゲさんのツイート100万円、うん、って言ってましたよね。100万円ぐらいまでになったりとか、うん、あとは今はあのインターネットでチケット買うんですけども、何だったか、何人待っちゃったかな、一桁間違ってたらあれだけど、10万人ぐらい待ってたの。その何人待ってますみたいなのが出るんですけど、キャンセル待ちみたいなやつですか、あの購入待ちみたいなのがあるんですよ。あ、はいはいはい、それがキャパオーバーしてるぜすでにっていうような状況でしたね、うん、はい。南米僕行ったことないんですよ、うん、コンパクトでいいスタジアムですよね、うん、いや、いいですよね、すげえ、だってもうすげえアップでこれか。まあでも皆さん思ったと思うんですけど、うん、37節終了時点で、うん、スクデットは見たんだなって確信ほとんどの方がしてたんじゃないですか。なあ、どうなんだろう。そんなことないですか。いや、僕はねマジで五分五分だと思ってたんですよね。それ、うん、わかんない。根拠何もないんですけど、どっちも普通にあるなとは思ってましたけどね。まあ、もちろんポイント差で言ったら、圧倒的にミランが有利なんだけど、うん、なんか事件がまだ起きてもおかしくないなとは思ってたんです。なるほど。うん、で、まあ、この試合に関して言うと、サッソーロはヨーロッパも降格もかかってなかったんで、うん、今シーズン限りで引退するマニャネッリだったり、うん、ペルーゾですよね、これね、はい、あの挨拶があったんですよね。はい、なんで、ちょっと、なんて言うんでしょう。うん、お疲れ様会みたいな雰囲気もなく、まあね、なくなくはなかった、うんうん、マニャネンリはクラブスタッフに来シーズン残るらしいですよ、うんうん、はい、これ優勝の瞬間、うん、もうだってもう80分ぐらいからもうみんなそわそわしてましたよね。そうそうそう、だ80分からもうピオリがこうやっておーいってやっちゃってたもん。いや、だって、うん、いや、正直僕ピオリがスクレット取れる監督になると思わなかったですよ、うん、残留請負人とかソロ1かなと思ってましたから。だから、そうそうそう、北川さんも紹介してましたけども、うん、ピオリのお母さん、ピオリがお母さんに毎回言われると、うんうん、あなた監督になってもいつまで経ってもタイトル取れないわねっていう小言のように言われてたっていう話。で、ブラックジョークですよね、もう。ようやく取ると、うん。で、優勝のメダルが盗まれると。ああ、そっか。あれで、ピオリが優勝のメダル盗まれたから返してって投稿したら、その盗んだやつが、インスタかなんかに投稿したんですよね。優勝メダルだぜって。それが今、イタリアで話題になってましたけどね。いや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 。で、これ、俺見てて思ったんですけど、サッソーロのもう芝の担当はたまったもんじゃないと思ってる。まあ、そりゃそうだ。まあ、最終節だし、まあ、アウェイにチケット配ったらこうなるよねってのは分かりつつも、うん、だってドアもう開けちゃってるもん、うん、で、これ動画で、あの SNS が出回ってましたけど、これ戻ってくるとき、まあアナウンスされて戻ってくるときに、うん、そのミランのそのウルトラスの皆さんがもう激おこで、うん、てめえ早く戻れっつってみんなぶん殴ってるんですよね、これ。戻ってくるやつみんな殴ってんだよ。何やってんだよみたいな。で、まあ、
結構場内でアナウンスされていて、はい、ピッチにいらっしゃる方がスタンドに戻らない限りセレモニーを行えませんよっていうことをアナウンスしていて、うん、ウルトラスたちもそういうことを言っていたと。そうですね。もうそれはセレモニー見たいですからね。なんですけど、うんうん、まあ、我々が見始めた頃のセリアって、うん、ホーム最終戦はピッチになだれ込むのが当たり前だった時代じゃないですか。うんうんうん、必ず入ってた時代だったんで。はいはい、まあ、懐かしいなと思いながら見てましたけどね。うん、よく、まあ、この時に必ず言うのが、スタジアムに入った連中に、シェーモ、シェーモとか、シェーミ、シェーミって言うんですよ。うん、はい、愚か者とか、恥ずべき人間みたいな感じでコールがあるんですけども、多分この時もそのウルトラスたちが言ってたんじゃないかなって気がしますね。なるほどね。まあ、でも、北川さんも言ってた通り、ガッツポーズ。思わず記念撮影。サムズアップですよ。言ってましたけど、アナウンスして、本当に、ミラニスタたちがスタンドに戻るっていうのがびっくりしましたけど、僕は。うん、そうですね。昔だったら、うん、ピッチの、こんな囲むようにして、うん、ピッチに残しつつもセレモニー始めたところが、うんうん、ピッチに戻ったのがなかなか珍しいなと思って。はいはいはい、確かに確かに。まあ、ピッチじゃない、ごめんなさい、スタンドに戻ったのがね。ね、うん、まあ、スタンドに戻ったからこそ殴られたんですけど。一人ずつ殴られていくっていうね。まあ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 。でも本当に、まあやっぱ、我に帰ったんじゃないですか、みんな。やっぱ、セレモニー見たいってちゃんと思ったんじゃないですか、うん、というようなシーズン、うん、ミラノ今シーズン振り返ったんですけども、はい、僕も振り返っていろいろメモ書きをしてて思ったんですけど、うん、まあ、今年で言うとユベントスの不調もあった、はい、勝ち点86でのスクデットっていうのは決して高い数字ではないと思うんですよ。確かに、うん、で、今シーズンは上も下も非常に接戦だったんで、勝ち点も非常に分け合った、うん。本当に面白いシーズンだったなという気がします。うんうん、はい。やっぱりその、まあ、ね、みんな言ってますけど、その、ミラノ勢がこうやってタイトルを争う、しかもまあ2年連続で、その位置にいて、まあしかも最終節まで争ったってこと自体の、まあ、変化をすごい感じるし、それが、その、最終節まで、その、残留争いもそうだし、ヨーロッパの出場権争いもそうだし、その注意のクラブたちの、まあ、ここ数年の活躍ぶりもそうだけど、まあ、それがなんか全部、最近のいいところが全部こう集まった一年だったんで、まあ、ほんとずっと楽しかったですね。なるほど、ね。はい。ダゾンのセリアフリックスでもおっしゃってましたけども、うん、細井さんが、ミランで、一、はい、人、選ぶとしたら、はい、MVP は誰になりますか？レオン。まあそうですよね。はい、僕もね、38節行われる前に、今シーズンの MVP、リーガはレオンを選ぶんじゃないかなって思ってたら、びっくりすることに今シーズンから38節の前に発表になって、あれみたいな。俺思ってたけど後出しっぽくなっちゃうなって、やめたんですけど、はい、はい。なんかね、なんて言うんだろうな。ミランは、とにかく、チームとしてどう機能させるかを、まあ、ピオリとイブラヒモビッチを中心に、そのメンタル的にも戦術的にも整えてきたんですね。うん、で、それが最終的にその、ものすごい一体感と、守備の強さとなって現れた今シーズンだったと思うんですけど、やっぱ一人だけ異彩だったんですよ。レオンは。苦しい時に何とかしてくれるかもしれないとか、その、チームとしてまとめた中で、こういう時にレオンに預ければなんか起きるんじゃないかっていうのを、まあ、一手に担いながら、まあ、まだ若い年齢で、あれだけのポテンシャルを爆発的に開花させて結果を残したという意味では、今シーズン1年の成長ぶりがやっぱちょっと異常なくらい成長したと思うし、はい。もちろんそのさっき話した通り、開幕直後から今シーズンレオンやべえぞって思ってたけど、これが1年持続するなんて思ってなかったんで、そういう意味でもちろん周りのサポートもイブラヒモビッチもね、かなりすごい、レオンに対してはいろいろ言ってますけど、その周りのサポートもあったんだろうなとか、レオンのが1年活躍し続けたこと自体がミランのチームワークを象徴してるっていう感じがして、まあ、すごくそれが、まあ、彼の活躍が一つの今シーズンのミランのテーマだった気がしますね。なるほど。うん、まあ、とはいえ本当にコーツつけがたい。コナーリも上げたいし、メニャンも上げたいしっていうような人もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって気がします。うん、ぜひコメント欄にはですね、今シーズンあなたが選ぶミランの MVP、はい、または今シーズンのミランのベストゲームをで書いてほしいですよね。うん、そうですね。これで時代がまた面白くなりますね。本当ですね。うん、まあ、
来シーズン、2022-23 シーズン、うん、きっともしかしたらミランがずっとシーズン中から出ていた、うん、この11年目で3度目のオーナー交代があるかもしれない。はい、そうですね。イブラヒモビッチが引退するかもしれない。うん、移籍するかもしれない、うん、契約満了で選手が退団するかもしれない。うん、キャプテンロマニオリがラッツより移籍するかもしれない。と、うん、いうことはあるかもしれないんですけども、ひとまず今週ぐらいはスクデットの余韻に浸ろうじゃないかというふうに思いますよね。ああ、本当そうです。うん、ということで、ミランの優勝を振り返った動画でした。うん、はい。ぜひですね、高評価、チャンネル登録。久しぶりに言ったな、それ多分。お願いいたします。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。